波動ピックアップマッチ、今回はこちら、波動マスターズカップシャープ13、わちゃわちゃピーポー対思考高潔アヒル組の試合。試合のポイントとなる今回のテーマはこちら、エナジーボールを集める。わちゃわちゃピーポーの連携してエナジーボールを集めるチームワークの良さを見ていただきましょう。それではどうぞ。さあ、それでは参りましょう。波動ファイト。さあ、ステータス両チームいないですね。アルヒア選手じゃなくて今度はレインリー選手が5221。いや、実はこの仕様に、新しい仕様になってから、はい、5221を使うプレイヤー増えてきてて、はい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 、前回の試合ではあんまり見られなかったんですけども、ね、今日は結構出てますね。出てますね。さあ2対1。さあ1点差でここで、ただ逆にこのわちゃわちゃピーポーが速い球に振ってるプレイヤーがいないんですよね。そうですね。確かに2のプレイヤーもいるぐらいで、これは多分ここ最近の波動だとあんまり 見ない。そうですね。ちょっと米選手のシールドを警戒してのステータスだったんでしょうかね、こちら。ただそれでも意外ですね。そうですね。さあ、しかし現在4対3と1点差詰めてきてる四国国鉄アヒル組。さあ、ここで米選手前に出る。ただそれでもしっかり点を取ってきてるので、次の1点大事ですね。いいタイミングでね、張ってきましたね。ルヒア選手は本当全体が見えすぎてる。さあ4対4同点。さあビッグ選手残り1枚。うまいと、ここで決めてきたのはワーチャージピーポー。うまいですね。コンクルードシールドを張って、さあ2点差。あ、うまい、いいタイミングで入りましたね。もうここで使ってくるよ。と抜いた、終了。まあ、結果ね、1点届かず6対5でレッツサイドワーチャージピーポーの勝利。ではここでピックアッププレイヤーをチェック。今回はわちゃわちゃピーポーのビッグユー選手。ビッグユー選手のエナジーボールのスピードは2です。簡単に相手に避けられてしまいますが、どのようにエナジーボールを使っているのかに注目しながらもう一度ご覧ください。さあ、それでは参りましょう。波動ファイト。さあ、ステータス両チームいないですね。アルヒア選手じゃなくて今度はレインリー選手が5221。いや、実はこの仕様に、新しい仕様になってから、はい、5221を使うプレイヤー増えてきてて、はい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 、前回の試合ではあんまり見られなかったんですけども、今日は結構出てますね。出てますね。さあ2対1。さあ1点差でここで、ただ逆にこのわちゃわちゃピーポーが、はいはい、速い球に振ってるプレイヤーがいないんですよね。そうですね。確かに2のプレイヤーもいるぐらいで、これは多分ここ最近の波動だとあんまり 見ない。そうですね。ちょっと米選手のシールドを警戒してのステータスだったんでしょうかね、こちら。ただそれでも意外ですね。そうですね。さあ、しかし現在4対3と1点差詰めてきてる四国国鉄アヒル組。さあ、ここで米選手前に出る。ただそれでもしっかり点を取ってきてるので、次の1点大事ですね。いいタイミングでね、張ってきましたね。ルヒア選手は本当に全体が見えすぎてる。さあ4対4同点。さあビッグ選手残り1枚。うまいと、ここで決めてきたのはワーチャージピーポー。うまいですね。コンクルードシールドを張って、さあ2点差。うまい、いいタイミングで入りましたね。もうここで使ってくるよ。と抜いた、終了。まあ結果ね、1点届かず6対5でレッツサイドワーチャージピーポーの勝利。相手の動きをエナジーボールを使ってコントロールすること、そして基礎がしっかりしているとステータスに頼らずポイントを重ねることができるんです。以上、波動ピックアップマッチでした。次回はどんな試合を見ることができるでしょうか。お楽しみに。